どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。続きです。さあってどうしようかなと。筆記テクノロジースパイを、あ、スパイはいいね。 OK。 都市を防衛、防衛不死身のレギオン師団はとりあえず、次のところへ向かおうか。騎兵待機。でもそろそろ新しい、あ、来た。はい、レギオン師団完成。いいぞ。じゃあちょっと前線へ送り出すか。うめえ。とりあえず待機で。で、レギオン軍団移動して。おい、引き。スパイがベルリンで生成された。いいね。どうしようかな。法律。建築学、農業用水、識字。数学。どうしようかな。とりあえず埋葬かな。そしたら。おい。ガレー船、ユニットを生産。開拓者かな。とりあえず。おい。ガレー船を利用しようぜと。とりあえずちょっと大きく出るか。海へ。あるいはレギオン師団を乗せんのも手かっていう風に思うんだよな。考えてみれば。お、どうしよう。じゃあニーベルング丘陵でここは名前を変えます。ターンを終了。制覇による勝利。現在、あ、全部すべてにおいて1位だね。いいじゃん。はい。おい、スパイは知ってるよ。よく使うからね。あっちの先ありそうだな。1師団か2師団。こっちら辺行ってみようか、ちょっと。実は島国ってねえよな、まさか。そういうわけでもなさそうだな、パッと見。最悪どっかレギオン軍団を乗せんのも手かなと思ったんですよね。ワンチャン。それはそれで面白いと思ったんですけど。まあ、とりあえず OK。はい。異様です。法律。どうしようかな。じゃあ、建築学を。騎兵は待機。よし。第三レギオン軍団。いいぞ。お、なんだ？じゃあここ、ポメラニア平原といたしましょう、名前を。いいね。確実に増えてるよ。お、急成長を遂げている。やったぜ。開拓者は、こっち側行ってみようか、まだ、作ってないから、ここ。ここは結構鉄鋼がね、立派なんですよね。そう考えたら、やっぱあるの違うんだよね。あるのないとじゃ。どうしようかな。ここにしようか。だな。ここは、鉄とかが、あ、まあ、結構三の、三、あ、こうだな。ここにしよう。オッケー、いいよ。うん。ポメラニア平原。なんもねえな、しかし。内陸がさてはあるとしたら。おい、ユニット生産。どうしようかな。じゃあ、レギオンで。オッケー。え、チンギスハーン。どこにいるかわかんないけど、とりあえずじゃあ、あ、待って、そこか？平和な関係を結ぼう。なるほど、外交。チンギスハーン。おお、我が国のテクノロジーで我慢せばならない。また不運なことだ。なるほど。テクノロジーが欲しい。ああ、無学。そうかそうか。おい。唯一の文明だと言ってる。なるほど。じゃあこのレギオン軍団はとりあえず、怖いので、国境に置いとくか。じゃあちょっとこっちへ。ハイデルベルクのその先に新しいのを作らなければ。じゃあ、レギオン軍団を乗せるっていう感じで行きましょう。
防御。これは戦士か。とりあえずいいや、ほったらかしで。おい、やったぜ。ベルリンが最大の都市。嬉しいね。あ、攻守、中国。え、違うな。モンゴルか。なるほど。とりあえず、ちょっと。いや、待った。俺考えたんだけど、これちげえや。この、レギオン軍団、これ、あ、マジだ。ま、いっか。前線送った方がいいな。あっちの。この、なんだっけ。こっち側、いたんですよ、さっき。いた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 。このレギオン軍団を、あ、無理か。こいつらを、モンゴルとの国境線についていこう。よし、いいぞ。新しいレギオン軍団が完成。じゃあ、ちょっとモンゴルの国境線まで行ってみようかな。うん、ここでいいかな、とりあえず。いや、もう、いっか。おい。じゃあ、ザルツブルグを完成させましょう。西暦400年。イエーイ。そして、ここにも作っちゃおう。まあ、次のターンだね、できるとしたら。ケシク草原。この先だな、多分いるとしたら。生産。レギオン。弓兵。どうしよっかな。古代において、最も経済的な攻撃ユニット。開拓者だな。どんどん作ろう、新しい軍団を。レギオンは、じゃあどうしようかな。一旦ちょっとこれは、早く師団を作るために、最前線首都、ベルリンへ向かわせよう。と同時にここで都市の開発、フランクフルトを作ります。よーし。新しい都市だ。いいね。戦力がなかなか整ってきた。フランクフルトでは、開拓者を作るか？作るか、開拓者。ガンガンちょっと都市を作って発展させなきゃ。来た、騎兵軍団。機動力はズバ抜けているよ、きっと。よーし。最前線まで騎兵軍団を動かす。と同時に、ちょっとアクティブにしなきゃいけない軍団があるんだよね。ずっとここでちょっとじっとしてたけどさ、これ。アクティブ、ガレー船を動かす。新しい土地を見つけなきゃ。海で。うい、制覇による勝利。工場か、どうしようかな。数学。いいよ、レギオンがどんどん出来上がっていく。あ、これ行き止まりか？さては。どうなってんだ、この、ま、土地は一体。とりあえず、ガレー船で少しでもちょっと見つけていかないとな。おっと？ローマ、カエサル。ちょっと担当層と相談しよう。ほう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 。なるほど。意外と大したことねえ、都市っぽいな。大ドイツと比べたら大したことなさそうだ、こりゃ。これはなんだ、これ。でも、うちじゃねえな。あ、行き止まりかこれ。あ、マジだ、行き止まりだ。となると、こっちか。レギオンは、新しくできたレギオン、とりあえず、ベルリンへ向かわせる。多分こっちなんだ、多分いるとすれば。ちょっと方向違ったかな？すげえ数いんな、しかし。ローマ。とりあえず前線に置いとくか。いつでも攻め込めるように。
あら、あれは開拓、え、ザルツブルグに来てねえか大軍。よし、新たなレギオン軍団が完成。ひとまず、こちらへ。フランクフルトのその先へ。不死身のレギオン軍団、行く？うわぁ、意外ときついぞ。そうか、宮殿ボーナスなのか。とりあえず、はい。いやぁ、これどうだ？いんのかな連中。とりあえずモンゴルと、ローマがあるのは分かったから、あ、これ攻めてくるっぽいな。宣戦布告と見ていいだろう、これは。事実上の圧力をかけていやがったから。じゃ、とりあえずここでは、レギオンをガンガン作っておこうか。開拓者は、ちょっと先へ進めますよ、こっち側。最前線基地を作らないと。あ、やっぱそうや、繋がってるわ、あるわ。この先。絶対に。土地が。やっぱ機動力があるね。いやー、これもうちょっと待った方がいいな。大レギオン軍団をちょっと今度はローマにも向かわせないと。ターン終了。あら、違うな。超えてきた。あくまで戦争はしない気か、そしたら。ウニットお生産。じゃあ、とりあえずここを、はい。レギオンで防衛しとくか。というところで次回行きます。お楽しみに。神聖ゲルマン政府は、レギオンと騎兵を中心とした陸軍を、ローマ領土の最前線に送る。ドイツ・イタリアの同盟期限が終了するときが、ローマの最後である。対ローマ戦争が今始まる。次回、グリーグサウスブラック、開戦。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。では明日の動画でお会いしましょう。ルカでした。メイでした。またね。またな。逆もありだね。声高めだね。